はい、ワードツー、大輝さんいらっしゃい。楽しんでってください。まったりやります。6名さんいらっしゃい。はい、さくらこちゃんいらっしゃい。ワードツー、はい、こんばんは。大輔さんいらっしゃい。はい、ジュピターワードツーいらっしゃい。なんかまあ配信論を語っていく上で、なんかまあそこそこ、まあぶっ飛んだね、ぶっ飛んだ大手ではないと思ってるんだけど、ある程度ね、大手とか呼ばれるようになっていったんで、どうやったらね、なれるのかっていう、そんな感じの話をしていきましょう。爆笑宣言さんいらっしゃい。家が逆さまだから、家を元に戻しなさいよ。死んだ人に失礼でしょ、うん、ちゃんと死者を弔いなさいよ。はい、8はどつ聞きたい、うん、まずそのインターネットっていうそのものが先行者利益っていう言葉が多分ね一番大事だと思ってて、先行者利益ってわかる？聞いたことある人いる？これ経済学の用語なんだけど、先行者利益ってわかるかな？結構ね、先行者利益っていうのを知らない人がいるんだけど、聞いたことあります？皆さん、先行者利益聞いたことない？初めて聞く？どう？先行者利益理論わかる？ないか。どんなものでも経済学の理論で言うと、初めにやった人ほど有利だっていう話なの。初めにやった方が有利だっていう、ただそれだけ。答えを言うとシンプルなんだけど、それがちゃんと理論体系としてあるんですよ。先行者利益何で例えればいいかな。例えばなんだけど、ふわっちを初めの方にやっておくと、その時にリスナーさんがつく数が多い。例えばなんだけど、超面白い未来の大手がいるとします。でも、いきなり大手になるわけじゃないじゃないですか。みんな最初過疎から始まるんですよ。で、超面白いことやってるのに0人の人と、俺みたいにダラ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 革ジャン磨いてるだけなのに50人集まっちゃう人って、俺長いからでしょ、単純に。外れ枠でも見ちゃうっていうのは、過去のフォロワーが多いからなんですよ。俺はこのサイトで3ヶ月もうやってるんだけど、1200人のフォロワーがいるの。で、俺よりも明らかに面白い子がいたとしても、フォロワーゼロなわけじゃん。そうすると通知がいかないんですよ。だから配信でも全く一緒でしょ、これ。通知が多ければ多いほど、なんつうの、有利なわけじゃん。だから面白いイコール人が集まるっていう理論じゃないんですよ。初期のニコ生もそうでしょ。だからそうなんですよ。のんたんがね、面白いことを言ってて、今大手って呼ばれてる人たち、今レジェンドとか大手って言われてる人たちは、ルールがまだインターネット生放送にルールがなかった頃にルールを作った人たちなんだっていう表現をしたの、のんたんは。それってどういうことかっていうと、要は番基準っていうのがなかったんですよ。で、彼らがやった、やりすぎた行動によって、初めてバンになって、それがルール化されていくわけじゃん。っていうことは、ぶっちゃけた話、バンになるのが怖くなかったんだよ。もう、しっちゃかめっちゃかやってたら人が集まると。で、一週間後に開けたらもっと人が集まるっていうのを繰り返すわけだから、もう過激なことやったもん勝ちみたいな。だから、名だたる配信者、俺がよく言うんだけど、大手配信者ほど、これだっていう配信がイメージつきやすいでしょ。この人はこれっていうのがあるの。じゃあみんなに、俺が配信したこの人はって言ったら、何事件とか何々とか言ってね。じゃあ一人、まあ代表的なところから行こうか。うなちゃんマンと言ったら何を思い出しますか？皆さん。うなちゃんマンっていうワードで、記憶に残ってる配信とか神回の配信出してください。はい、うなちゃんマン。どうぞ。みんな、早期イメージ書いていって。鶴の神ね。はいはいはい。要はバール事件だね。バール。うん、でしょ？要はこれが大手の、大手と大手じゃない人の差なんだよ。じゃあ次の配信者行こうか。バールね。うなちゃんマンは。
じゃあ次の配信者、じゃあエリリカ、エリリカって大手だって認識あると思うんだけど、エリリカって言ったら何思い出す？みんな、エリリカ、やっぱバールだ。他にもいっぱい出てくると思うけどね、うなちゃんマンクラスになってくると、うん、エリリカって言ったら何？あ、スマタギターね、スマタギ、俺もスマタギターとあと花火を思い出すね、うん。はい、いらっしゃい。マミリンさん、楽しんでてください。花火だよね、やっぱね。俺も花火とギターなんだよ。あ、宅配員とキスね。はいはい、それもあったね。うん。っていうような感じだよね。じゃあ今度、石川紀之。石川紀之。まあ、まあ、不動の大手だよね。石川紀之。どうでしょう。俺は、森ドンかな。俺はやっぱり森ドンを思い出すんだよね。森ドンとあと、公開オナニーとか。うん。まあっていうように、あの大手って呼ばれてる人って、あの配信者この人はって言ったらこれっていうの出てくるの。新野町だったら交番とかでしょ、でしょ、なんか記憶に残る配信やってるんですよ。じゃあ今度ね、人はそこそこ集めてるけどなかなか大手って呼ばれてない人、例えばじゃあ聞いてみようか。和道って言ったら何イメージする？和道って言ったら何イメージする？ワード、あ、まあ富士山もあるね、企画力あるからね、うん。和道って言ったら何イメージする？うん、多分ね、一番多いのがロハコ事件だと思うんだよね。ロハコ事件はかなり出てくると思う、うん、だよね、うん。だからこれが要は記憶に残ってるかどうかなんだよ。じゃあ今度、なぜか実力はあるとされてるのになか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 伸びない典型例、レジェンドになれない、大手配信者になれない典型例。例えば、サノッチ。サノッチって言ったら何を思い出す？サノッチ。うん。あ、橋本くんの事件もあったね。サノッチ。出てこないでしょ。見事に出てこないでしょ。うん。でしょ？川崎洋平って言ったら。川崎洋平。牛丼はあれ、ゴロリさんのパクリだから。あれゴロリさんのパクリなの。もうそこが二流なんだよ。代名詞とされる牛丼すらもパクリなの。要はコンテンツとして弱いんだよ。ここが言いたかったの。自分のコンテンツ持ってるかっつったら、鮫島さんもいっぱいあるじゃん。うんこ食うとか、あの海とかさ、いろいろあるじゃん、うん。だからまずどこにどういう方向で尖るのかっていうか、うん、そこは大事だと思うよ。その記憶、記録、要はアクティブなんとかって覚えてないんですよ、リスナーさんって。その時その時は、あ、なんだ過疎じゃんとか、あ、人集まってるなって思うけど、3日も持たない。次の日になったら人の放送のアクティブなんか忘れてるでしょ。覚え、意識してるのって配信者だけの。だからよくね、アスリートとかも言ってるけど、あの長生きしたとかレジェンドになる人って、あの野球の成績とかじゃないんだよ、キャラクターなんだよ、記憶に残ってるかどうかなんだよ。だから配信者でもし大手になりたいんだったら、数字を伸ばすんじゃなくてリスナーさんの記憶に残るようなことをやった方がいいと思う、うん。記憶に残ることをやるべき、うん。それは何でもいいんだよ、印象をつける、それがね多分ね一番大事なことだと思う。あとはよく言うんだけど、あの長くやることが一番大事だよっていうことをよく言ってる、うん。あのよくトークスキルがどうのこうのとか、あとイケメンだからとか言うけど、あれ全部嘘。あのね、俺はよく言うのが、横山みどりを見てみろと。横山みどりトークスキルあるかって。あれね、いや違うんだよ、本当はコメント読んでるんだよとか言うのはリスナーだけなのよ、うん。本当は喋りうまいんだよとか、バカだなって、それは人が集まってるから言うの。例えば横山みどりが今、横山みどりって大手だっていう先入観があるから先行した利益でそうなってるけど、実際に今新人としてデビューしたら売れてないと思うよ俺、うん。でしょ、要は上手かったんだよ、やる時期がすごい良かったの。そう、だからトークスキルとかイケメンかどうかじゃないんだよ。でしょ、そう、要は結局集まる人が多ければ多いほど、要は情報量が多くなるから、例えばみどりさんが面白くなくてもコメントが面白くなってれば成立するんだよ。
だから緑さんっていうのは、配信会1位リスナーに愛されてる俺生主だと思ってんの。で、これ緑さんをディスってるわけじゃなくて、ここが重要なんだよ。面白いとか好き、面白いとか、イケメンとか、そういうね、みんなが思ってることじゃないんだよ。実は、緑さんがなぜすごいかっていうと、愛されてるんだよ。そう。愛されるキャラになるかどうかっていうのはすごい重要。だから、見に来てくれただけですごいチャンスなわけよ。配信者からすると。で、そのチャンスを拾えるか拾えないかっていうのがかなりでかいと思う、俺は。うん。独特の雰囲気は、いや、だからね、それは、キャリアだよ。キャリア。それはね、また別の理論なんだよ。うん。バランスはいいっていうか、もうテンプレートになってるんだよ。逆に言ったら。だけど、配信の面白いところって、コンテンツが2番センチになるから、1回やられちゃったらもうアウトなの。だから、まだ誰もやってない配信スタイルっていうのを見つけたら先にやるべきだと思うよ。野田ゾーリは、だから俺は野田ゾーリのスタイルっていう、俺野田ゾーリ実はすごい評価してるの。すごいと思ってるところは1点だけあるの。あれはね、伝説の腰巾着ですよ。すごい。野田ゾーリの腰巾着感は半端じゃない。要はね、野田ゾーリなんてまさに典型的で、喋りも下手、見た目も面白くない。もう全部がダメなんだよ。ただ一個だけ飛び抜けた才能。だからね、豊臣秀吉タイプなんだよ。わかる？金梅さんにすり寄ってた感じとか、緑さんにすり寄ってた感じとか、もう、勢いのある生主の横には野田ゾーリ必ずいるんだよ。あれすごいと思うよ。腰巾着感。すごくない？絶対に隣にいるんだよ。で、正直言うと、面白くはないんだけど、的確なひな壇芸人みたいな、なんつうの、大手配信者が隣に置きたがるのがわかるの。超スキルあるんだよ。そう、ピンで花咲くタイプじゃないっていうのを本人が自覚してるところがすごい。要は、いじられたりとか、ツッコミとかのバランスがいい。誰だろうな、芸能界で言うと。結構特殊なポジションなんだよ。だから、野田ゾーリっていうのは、そう、ピンで成立しない放送だっていうことをよくわかってんの。うん。石川の隣にもいるよね。そう。だから、名だたる勢いのある大手の隣には必ず野田ゾーリがいるんだよ。そう。そこがすごい。俺は野田ゾーリの。もう本当に金魚の糞。伝説の金魚の、勝俣だ！それだ！勝俣だ！それだ！そう。勝俣とかにめっちゃ近い。そう。だから、配信でずーっと、ある程度のところにいると思うよ。もう、大手、準大手っていうか、なんつうんだろう。レギュラー番組はないんだけど、ずーっといるな、こいつ、みたいな。ゴールデンにずっと出てるな、みたいな。そう、勝俣いい例えだわ。だから、それは、そう、自分の芸風っていうのを理解してるわけだから、俺はそれの見極めができてるっていうのはすごいと思うね。うん。あ、リンゴスケいらっしゃい。いや、でも、これってね、実はね、配信者って自己顕示力強いから前に出ようとするんだけど、野田って、振りがある限り前に出ないよ。それすごいんだよ。だから、玄人好みなの、結構。野田っていい仕事するよなっていう。そう。なんか、俺らだったら前に出ちゃうけど、野田は前に出ない。もう、置物に徹する。そして、なあ、野田とか、どう思うって言った時の返しが抜群にうまい。そこはすごいの。そのね、空気読めるんだよ、あいつ。うん。そう。だけど、なんだかんだピンで沸かしてるイメージあるけど、ぶっちゃけた話滑ってるじゃん。ぶっちゃけた話滑ってるじゃん。ピンの芸風って。うん。初見、何の話してますか？ですね、大手配信者になるためにはどうしたらいいのかっていう分析みたいなのをみんなにシェアしてますね。うん。八方美人タイプだね。うん。おー、ありがとう、ありがとう。神社クッキー、ありがとうございます。りんごのすけ、ありがとう。うん。野田はだから、スキルありますよ。うん。ただ、司会業とか、なんかメインで看板張るタイプじゃないと思ってる。よっさんは、うまいよ。よっさんはうまいよ。よっさんはうまいですよ。なんだろうな。結局ね、よっさんってよく言われてるけど、昔のキャラと全然違うんですよ。ゲーム配信やってた頃と、過疎だった頃と。新しいフォロワーさんかな？久々来たね。新しいフォロワーさん紹介します。
マジコンさんフォローありがとう。ツインマーチンさんフォローありがとう。デッパちゃんフォローありがとう。ウルルさんフォローありがとう。ダマオさんフォローありがとう。ピッピさんフォローありがとう。マジコンさん、風船ありがとうございます。野田トークもパワーもあるんだけど、あるけど、要は、そこじゃないっていうのを判断をしてるっていうのがすごい。実はね、そこのセンスって、なかなか出せないんだよ。うん。あのね、川崎洋平は実はトークもできるし、そこそこ面白いんだけど、なんで野田と、野田よりも実力はあると思ってんの、ピンの。ただ、彼っていうのはコントロールが圧倒的に下手。大舞台になると空回りするタイプだから、川崎洋平は、なんか、永遠の惜しい人だよね。川崎洋平は永遠の惜しい人。うん。はい、イリア、フォローありがとう。うん。リンゴスケさんバーガーありがとう。うん、ヨッサンはすごいですよ。うん。まあ、でもヨッサンはね、逆に言ったら、その、あんまり凄さを語らなくても凄さは出てると思ってるから。まあ、例えば、すっごい不潔だよね。うん。あと、すっごい汚いとか、すっごい酒癖悪いとか、すっごい、なんつうの、成獣とか、うん。もうね、要は突き抜けてて、キャラクターっていうのが何なのかっていうのを理解してるのよ。例えば、その、配信回ってない時のヨッサンってめちゃめちゃいい人なのね。ただの小汚いいい人なのよ。うん、ただの、なんか、ただのいい人なんだよ。全然面白くもクソもないんだけど、やっぱりカメラ回った瞬間にお酒煽るし、自分で。その、尖らせるんだよね。うん、いや、あのね、よく言うけど、人気かどうかじゃないんだよ、結局。配信っていうか、これは、心理学なんだけど、7回見ると好きになっちゃう法則ってあるの。だから、7回見てもらったら勝ちなんですよ、配信って。7回見たら、もう好きってことじゃん。そう。そこは重要。大地さんフォローありがとう。うん、なぜ脇がって本当なん香水でごま、よっさん脇がって本当なん香水でごまかしてる。いや、別に脇がだとは思わなかったけど。うん、だから、その、キャラを尖らせたら勝ちっていう。金梅さんとかそこに特化したよね。うん。金梅さんはそこにめちゃめちゃ特化したって。普段いい人だよ。うん、めちゃめちゃいい人だよ。うん。超礼儀正しいし、超優しいよ。めちゃめちゃ温厚だし。ただね、酒飲むとクズ。本当にクズ。酒入った瞬間変わる。アル中の血が騒ぐんだろうね。本当に典型的なアル中みたいになるんだよ。だから普段みんなが見てるのは、そう、アル中モードのクズ野郎を見てる感じ。普段そんな感じじゃないよ。ネルさんか。ああ、ネルさんね。だから、ネルさんの面白いところってさ、顔も整ってるしさ、高学歴じゃん。だけど、目が笑ってない、なんか、本当にやばいやつみたいな、なんかわかる？なんとなく。こいつ、犯罪犯しそうだなっていう。スペック高いはずなのに、なんかどっか歪んでるなっていうタイプだよね。わかる？なんか、絶対まとも、なんつうんだろう。本当にね、サイコパスの目をしてるんだよね、ネスさんって。わかる？なんかちょっと病気感っていうか、目が怖いんだよね、ネルさん。うん。まあ、ネルさんはでもトークタイプだと思うよ。うん。まあ、あと、重鎮だよね、古いから。今、ご意見番みたいなポジションだと思うよ。いや、ネルさん怖いんだよね。俺ね、あの手のタイプに包丁とかナイフとか持たせたくないタイプなんだよ。なんか歪んだ性癖持ってそう。うん。なんか、尿道に爪楊枝とか入れるタイプだと思ってる、俺は。うん。そう。見た目とは裏腹っていうか、なんかイメージとは裏腹な、なんかちょっと歪んでるぞっていうタイプだね。あ、ハートプレゼントありがとう。うん。いや、なんかそんな感じするよな。まあ、ネルさんは特殊だろうな。多分、ネルさんのファンって、なんだろう。結構特殊な層っていうか、うん。そんな感じがする。独自路線行ってるタイプだし。うん。俺結構、その人間観察とか、分析とかが好きで、なんか、そういうのはよく観察するタイプかな。
好きなんだよね。精神的に脆い。だから芸能界でどこのポジション取ろうかっていう風に考えたらすごい分かりやすいと思ってて、俺って多分芸能人でいうところのどこだって言ったら、俺多分品川になると思うの。そつなくこなせるし、別にそこそこ面白いんだけど、なんかうざいみたいな、なんか使いづらいぞっていうのあるじゃん。なんか自己主張ちょっと強いぞとかさ、わかるでしょ、なんとなく。多分ね、品川のポジションね、すごいそこら辺になってると思うんだよね。今日のんちゃん後ろいるよ。だからみんながね、みんなね、松本人志になりたがりすぎなんだよ。みんながみんなダウンタウンとかビートたけしになろうとしてるからおかしなことになるんだよ。だからその役割分担、さっきも言ったけど野田のすごいところそこだよって言ったのそこだよね。俺ビートたけしタイプとかダウンタウンタイプじゃないなっていうの。そう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 、おしゃべりクソ野郎タイプなんだよ。でもゆっくりシフトさせてるけどね。なんかね、伊集院光とかそっちの方のポジションに行こうとしてるよね。コアなファンだけいればいいやっていう。そっちの方が息長いんじゃねえのみたいな、専門特化させようと思ってるね。どうしてもなんか品川のポジションだと干されていく可能性が高いから、だったら独自のファンつけていって、圧倒的に人数は少ないかもしれないんだけど、ちゃんともう下支えしてくれる和道好きだっていうファン層がいた方が息が長いだろうなと思って、そっち側にシフトしてるね今は。ゆっくりゆっくり、去年の末ぐらいから。配信会の松本人志って誰なんだろう。まあ石川紀之がそこに近いかな。あ、ビートたけしの方が近いかもしれないけど、石川紀之は多分10年後も続けてるだろうし、そういうなんかおっさんになっても若手配信者をこうまとってるっていうか、そういうなんか回しをやってる気がする。松本人志ってだから独特なんだよな。俺ね、よく言うんだけど、松本人志確かにすごいけど、あれ、浜ちゃんいなかったら成立してないんだよ。なんかね、松本人志のボケって、ツッコミないと絶対笑えないと思うよ。もう独特すぎて笑えないっつうか分からないんだよ、何言ってるか。それをね、やっぱね、浜田っていう存在がね、小学校の頃から一緒だったんだね。小中学校から一緒だったから、浜田だけが理解できるんだよ。だから浜田のツッコミがあって初めて松本のボケが、その大衆に届いてるから。だから、松本ピンの作品とかって結構外してること多いし、独特になりすぎてるんだよね。俺、浜ちゃんがいなかったらダウンタウンっていうか、松本人志あそこまで行ってないと思う。山ちゃんのポジションは、誰だろうね。山崎邦生はすごいよな。山崎邦生ってあんだけ知名度あってレギュラー一本だもんな。ほとんど番組出ないもんね。山崎邦生ってすごいよな。山崎邦生って誰なんだろう。山崎邦生はすごいと思うよ。一人ごっつは超シュール。もう分からない域だよね。だから本当に好きな人が好きっていうレベルだから。俺実は浜田の方がすごいと思ってるからね。いや、松本すごいのはすごいんだよ。だからあのコンビがすごいって評価されないと。山ちゃんは誰なんだろうね。山ちゃんタイプいないかもしんないよね。だからね、多分ね、松本はもしね、浜田と出会ってなかったら構成作家みたいなポジションになってたと思う。天才裏方タイプだったと思うよ。なんかテレビ作る側の人になってたと思う。脚本書いてるとか、そういうのやるったらやっぱ神がかってるよね。設定とかね、そういうのを作らせるとね、やっぱ抜群に才能発揮するタイプなんだよね。だから取り巻きによって松本人志って面白くなるかつまらなくなるか圧倒的に変わるんだよね。彼の世界観っていうのを分かりやすくね、変換する人が必要なんだよ。緑は芸人に例えると誰だろう。そこがね、横山緑の面白いところで、横山緑って違うんだよ。ね、横山緑は多分横山緑で成立するの。テレビ出れるのそこなんだよ。そうね、みどりさんのファンってそこなの。要はね、テレビに絶対いないキャラクターを作ったっていうところが俺は横山みどりのすごいところなの。
ザ・ニコ生って言われてるのはそこなんだよ。要は、緑さんって芸能界にもいないから、芸能界であのまま入っても多分美味しいんだよ。そう。なんつうの。俺はそこだと思うね。浜田が同時通訳みたいなの。そう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 。あと、その、同時通訳なんだけど、結構ね、その、なんつうんだ、結構ね、芸人論みたいなのをね、読んで、見たり、聞いたりしてるんだけど、それがね、面白くて、さんまさんと浜田が絡むとき、浜田がやりづらそうって言って、松本人志が放送局、放送室かなんかで言ってて、さんまさんのときは、さんまさんと浜田ってキャラがもろかぶりなわけじゃん。あ、タイプは違うんだけれども、要は浜田がやるべきことをさんまさんが全部やっちゃうし、大御所だから、浜田はどうなるかっていうと、だいたい暴走して下ネタマシーンとかするんだって。浜田のそこがすごいって言ってた。だいたい、やべっちとかいるじゃん、ナイティナインの。やっぱ、さんまさんと絡むときってやりづらそう。ツッコミがやりづらいんだよ。だけど、浜田は生き残りをかけて、下ネタにガンガン走っていくか、だいたい大手の人にちょっかい出して怒られるキャラに回るんだって。要は若手芸人みたいな芸風に変えるんだって。だからあの時は浜田ってすげえなって松本人志が言ってたのを見て、あーって、確かにそれをできんの浜ちゃんだけだよなって。だから大御所にも対応できるってすごいなっていう。うん。ノブはね、どうだろうね。うん。緑さん特殊だね、かなり。うん。男性と女性とどっちが大手になりやすいですか？配信で閲覧を稼ぐんだったら圧倒的に女性の方が有利です。うん。それはそうでしょ？うん。それはどの世界でもそう。うん。男の方がシビア。なんでかっていうと、悪い意味でもいい意味でも、女性っていうのは性の対象だから。うん。でしょ？悪い意味でもいい意味でも。だから、俺はよく言うのは、女を売りにするのが女の配信者は成功法なの。うん、色気を売る。要は、その、なんつうの。あくまでオナペットとしての機能に特化できるやつが売れるんですよ。でも、そうじゃなくて売れてる人がたまーに出てくんの。女を売らないで売れてる人っていうのが出てくんのよ。要は、その顔がそこそこ整ってんだけど、私そっちの畑じゃないよみたいな。男の雑談の畑で勝負するからみたいなタイプ。それが俺、エミさんだと思ってんの。それで成功したのが。エミさんってさ、別にさ、ブスではないじゃん。その美人ではないけど、別に、その、そこそこ、その女売ってもファンつくと思うけど、女売らないでしょ、あの人。要はその、なんつうの、配信者として勝負してるじゃん。だから何やっても成功するんだよ。漫画描いても成功するんだよ。意識レベル高いと思うよ。でも、ぶっちゃけた話、女を売りにしてる配信者って、結局ね、年取ってくると若い女に勝てなくなるから、そこは辛いよね。うん。そこは辛い。マジコンさん、この放送面白いな。あ、ありがとうございます。うん。あ、風船10個ありがとうございます。初見さんいらっしゃい、青さん。楽しんでいってください。うん。だから、女性だったら、俺はよく言うのが、まあ、でもね、最近ね、ふわっちにおいてはルールが特殊で、ふわっちって可愛い人売れてないんですよ。だから、ふわっちで売れたい場合、稼ぎたい場合っていうのは、女売らない方がいいですね。うん。可愛い子、下の方にいっぱいいるでしょ。ツイキャスとかね、やった方がいいよ。ニコ生とか。女売るんだったら。うん。ふわっちはね、なんでかっていうと、その辺の層に興味がない。年齢層が高いんですよ。他のサイトに比べて。うん。だから、喋れる子の方が売れるよね。ブスでも。初見さんいらっしゃい。ふわっちはね、年齢層、それがね、ニコ生が一番高いのと FC2 がさらに高いんですよ。で、キャスト比べると高いの。要はね、どういうことかっていうと、年齢層がね、極端に高い人と、中くらいのミドル層が混ざってる感じだね。うん。ガキはいないんだけど、20代中盤から50代までいるっていう感じ。で、太いパイプを持ってるのが40、50代の層が多いですね。うん。そういう女の子に、食傷気味になってるやつ多いかもな、ここ。そう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 。もう要はね、可愛いのはいいやっていう風になってる。一周回ってふわっちにたどり着いて、居ついてる人が多いんだよ。そう。だから、面白いのが、
普通キャスとかニコ生とかだと要は企画やれとか体張れとか強要をされるの、トークを聞かないんだけど、ふわっちは逆なの。外配信やるとかそったりとか、企画やるとかそったりするの。そうじゃなくて和道の話聞きたいっていうと、なんかねラジオ番組みたいな感じで聞いてる人が多い。話を聞きたいっていうリスナー層が多いから、俺はそれでハマったっていうのがあるよね。俺もともとその喋りに特化してやりたいっていう部分があったんだけど、なかなか喋らせてくれなかったんだよ。初めてだからその客層と噛み合ったっていう感じはあるね。ツイキャスはリスナーも若い女の子が多い気がする。ツイキャスはオカマばっかりだからな。ツイキャスのオカマが多いのは何なんだろう。ふわっちで見てるのワドちゃんだけかな。結構まあでも大手いるけどね。今でも関慎吾、鮫島、金馬絵、ランハゲ、あと誰いる、結構粒揃ってるけどね。ツイキャスはイケボが売れる。あ、それね、配信はね声がいい方が有利なんですよ。それね、ツイキャスがどうこうじゃなくて、売れてる配信者ってみんな特徴的な声なんですよ。売名する時期とかってありますか。ありますね。ありますけど、もう売名はやめた方がいいと思います。っていうよりも長くやらないと売れないっていうのをね理解しないとダメ。ポットでで売れてるやつっていないの。例えば例に出すと、今みんなが大手だって思ってる人って意外とキャリア長いから。例えばうなちゃんマンだと、まあ本人は14年って言ってるでしょ。鮫島さんも10年以上やってるし、ここ 1,2 年でポット出たって聞いたことないと思うよ。ね、3年目でだいたいその人の評価がわかるっていうか、例えばその超神会みたいな警察沙汰を起こしてバーって人が集まったとしても半年後人いないから、だからもうそういう時代じゃなくて、閲覧が伸びるようなことをやるよりも自分のファンを作った方がいいと思う。あ、この人の考え方面白いとか、この人の考え方好きだわ、応援したいわっていう時代に変わってるよね。君のうんちくが面白い。ありがとう。作業しながら聞けるし、それでかいよね。俺もやっぱ作業しながら聞ける枠っていうのが多いから。最近のヤミーは見れる。俺ね、ヤミーはずっと、俺がね、見てた頃はね、120人ぐらいだったと思ったけど、ヤミーはその頃から評価が甘いって言ってた。俺ヤミーにアドバイスしたんだけど、やる時間帯遅い、早すぎるよって言ったの。本当はもっとゴールデンタイムで勝負できる配信者でキャラも尖ってるからいいんだよ。だけど彼って朝方のね、朝5時とかにずっとやってて、あれ帰ろ帰ろって言ったの、会った時に。そう、それから夜とか配信時間増やしていって、そう、あの時間帯に120人とか200人集めてた方がすごいことなんだよ。コアなファンいるわけじゃん。ってことはね、ゴールデンタイム勝負できる実力あるのになんで行かないのっていう。足ね、そう、昨日お風呂に入ってゆっくり温まったら今日治った。まだちょっと痛いけど、それがね面白いんだけど、左足がぶっ壊れたっつったじゃん、右足の方が痛いんですよ、まだ引きずってる。パーソナリティを腕にしないと続かないかもな。要は配信者っていうのは自分自身が商品だから、もう本当に自分を売り込めるやつじゃないとダメなんだよね。それは自分を買ってくださいっていうわけじゃなくて、そのこういう時はこの人だっていうものをなんか作っておかないとダメだと思う。要はね、万人受けする方向に流されたらアウトなんだよ、配信者って。要はインターネットの普及台数、要はスマホとかさ、要はインターネットを閲覧できる端末っていうのはもう人口を超えてるわけじゃん、はるかに。誰でもアクセスできるチャンスがあるから、ぶっちゃけた話、インターネットの生放送を見るっていう人は少ないわけよ、パイが。だけど、Facebook とか Mixi とか何でもいいから、間口をバンバン広げて、自分っていうものを売り出していけば、絶対ね、5000人ぐらい行くんだよ。コミ登録とかフォロワー数とかって。3年やってれば。だから、自分のファンを確実に見つけるように、タイトル工夫したりとか、喋り方工夫してれば、絶対ファンはつくと思うよ。どんな人でも。はっきり言ってね、俺が売れてることの方がおかしいんだから。はっきり言うけど、俺ってね、閲覧、同時閲覧100のタイプじゃないもん。相当頑張ってると思うよ。ここにいるメンツ濃いもん、やっぱり。うちのリスナーさんっていうのは。よくここまで集まったと思う。コメントにすぐ聞いちゃう性格直したいです。それはね、ブロック入れてないからですね。要は最初の頃って苦しいし、リスナーさん欲しいから、要はね、過疎生主にちょっかい出してくるやつっているじゃん。
そういうやつって性格悪いやつなんだよ。そうじゃん。そんなやつ相手にしなきゃいけないほど苦しいわけじゃん。でもそこは我慢して、やっぱり付き合いできるファンを作っていかないといけないから、放送荒らす人をね、ブロック入れていかないといけないの。最初はすごい苦しいんだけど。うん、マイナスよりもゼロの方が価値があるっていうことを理解しないといけないんだよね。俺もなかなかできなかったけど、うん、だからね、リスナーさんは整理していった方がいいですよ。自分が気持ちよくできる方、配信ができる時が一番パフォーマンス高いわけだから、うん、そこはね、配信者が堂々としてないといけないところだと思う。このリスナーさんはいりませんっていう判断をするっていう、割り切らないといけない、うん、そう。要は悪いリスナーさんが つく可能性が高くなるから、配信が嫌いになる可能性があるんだよね、うん、だから欲しいリスナーさんを確実に取りに行かないとダメだと思うよ、うん、若葉さん分かんないですね。もしね、知名度がなくても、トークが面白いっていうやつは伸びると思うよ。うん。例えばさ、俺、リナネコってやつがさ、アクティブ20人ぐらいの時から覚えてる？リナネコ絶対売れるよって。お前売れるからって言って、リナネコが本当かなって言って、絶対私大手になれないですよって言ったけど、今アクティブ200ぐらいあるの。俺が分析してて、あ、この子売れるわって言ったことで売れなかった子一個もいない。全員売れてる。柏木も本当にみそかその頃から、あ、こいつ売れるわって言ってたし、石野もそうだったし、うん、まあ俺の初めの頃なんかもう多分うんこですよ。コメントじゃなくてずっとうんこ投げられてる感じだったよね。毎日毎日読めるコメントなんか一つもないよ。ずっと四方八方からうんこが飛んでくる。そう、関ヶ原ですよ。うんこが武器の関ヶ原。四方八方敵だらけ、うん、はい、また後で。リンゴの助さん、アイテムいっぱいありがとうね。うん、アンチあまり見たことない。俺だってアンチしかいなかったんだから、もともと。フォロワーと初見増やすコツはありますか？あ、初見を増やそうとするのが間違いです。うんこ投げないでください。あのね、青ちゃん、これ重要なことだから覚えておいてほしいんだけど、よく言うのが、ダメな配信者の特徴をやりますね。ダメな配信者の特徴をやります。アクティブ1だ、ありがとう。あ、もしよかったらコメントしてってください。あ、初見さん、ありがとうございます。あ、コメントください。なかなか閲覧増えないんですよ。どっから来たんですか？私のことどこで知ったんですか？もうね、離れるよ。もう全然面白くないんだよ。もうどこ行ってもこれだから。今、どっか、ふわっちのどっかに行ってごらん。ふわっちの一番下のやつに行ってごらん。絶対言うから。初見さんいらっしゃい。コメントください。どっから来たんですか？全員言うから。それをやるから離れるの。これね、よく言うんだけど、初見は必ず来るの。そう、何々様に自己紹介お願いしますって。もうダメ。リスナーさんに強要してる時点でダメなのよ。そうじゃないの。コメントは打ってくださいってお願いするんじゃなくて、打たせるもんなの。そう。打ちたくなるようなトークをすべきなのよ。だから、どっか行ってごらん。ふわっちの一番下の方に行ってごらん。初見さんいらっしゃい。コメントください。自己紹介お願いします。どっから来たんですか？絶対言われるから。うん。この対応が、初見は必ず来るの。この初見がいなくなるから、リスナーがつかないの。俺がよく言ってる理論っていうのは、まず初見って来たら、その人の滞在時間が10分なのか1分なのか考えてって言ってんの。要は、もう初見の最初の切り返しでブラウザバックされるやつっていうのはダメなのよ。そうじゃなくて、10分間見たら次の初見が来るでしょ。要はアクティブ2なんだよ。その2人をまた10分滞在させたら、アクティブ次の初見来たら3なのよ。これを繰り返していって、フォロワーっていうのは次来るわけじゃん。これをゆっくり蓄積させる。要は、初見さんをどれだけ長く滞在させるのかっていうのがコツなの。配信の。初めて見た人が長く居つくのが正しいやり方の。初見を増やそうっていう考え方が間違ってんの。それってもう荒れてる放送だから。でしょ？うん。そう。おとなしく潜ってようと思ってたのに思わず混迷しちゃったじゃないかって。いや、まあそういうもんですよ。うん。だから、ある程度の配信のスキル、
配信うまいやつっていうのは滞在させることがうまいやつなんだよ。うん、納得でしょ。うん、だからそのなんつうのかな、だから面白くないキャバ嬢に近いと思う。カソナマヌシで指名が取れないキャバ嬢の特徴って、どっから来たんですか、血液型何なんですかっていうどうでもいい話をして20分で去るやつっているじゃん、キャバ嬢。こういうやつってやっぱ売れないんだよ、どんなに可愛くても。もうね、要は尖ったトークをしてるんだよ、売れるキャバ嬢、指名取れるキャバ嬢って、もうね、入りが違うの。売れるキャバ嬢って、あーどこどこのブランドだとか、もういきなり食ってくるから、わかる。もう全然思ってもないのに、めっちゃおしゃれですねとか、もう超かっこいいとか、もう尖ってるのよ、とにかく。わかる？うん。興味を持たせるっていうか、だから初見は必ず来るっていうのは覚えておいてほしいの。その初見を呼び込もうじゃないの。初見が来た時に、どう滞在させるのかっていうのを考えた方がいい。顔出さなくても閲覧増やせますか？もちろんです。はい。もちろんです。刺激の子もたまに、あ、そうなんだ、刺激の子来てるんだ、いいですね、嬉しいですね。で、なんていうのかな、例えばなんだけど、もう逆に、なんだろうな、俺がよく初見ですって言った時はもう完全に普通に対応するかな。逆に尖らせることもできるんだけど、まあぶっちゃけた話、もう3年もやってるとさ、そこそこ名前は聞いたことあるなとか、ああよくなんか上位にいるなっていうことでさ、ある程度顔は覚えてもらってるから自己紹介が必要ないんですよ。だけどもし過疎生主でまだ知名度がないんだったら、初見さんって言った瞬間に、ああ初見さんいらっしゃい、どうもって、配信歴何年目の何々ですって言って、いや来てくれてありがとうございますって。普段どんな放送してるのかっていうと、僕漫画が好きでこう漫画の紹介をしたりとか、映画が好きでこの映画の作品どこが良かったよねとか話してるんですよって。だから漫画好きとか映画好きの人が集まってくれると嬉しいですねと。あとはまあたまに外配信したりって言って、要はパイを投げるの。要は簡単に言うと、リスナーさんと配信者の共通点を作りたいわけなんですよ。好きになるっていう風に仲良くなる、初めて学校で仲良くなる友達って共通の話題でしょ。だからどこに共通の話題があるのかなっていうことで自己紹介をバンバン投げると、例えば漫画好きの人だったら、え、どんな漫画読むんですかって次もうコメントが入るのよ。もうそれで勝ちなの。映画好きだったら、あ、どの監督が好きなんですかって言ったら、もう会話が続くんだよ。でしょ。これ要は自分からその話題を振るっていう、タイトルを振るの。どの話しますかっていうリストを出してあげるの。それでいける。うん。初見は必ず来るから、自分が好きなジャンルはこれなんですよ。あなたは好きですかっていうリストを提示するの。例えば、まあ皆さんが風俗のお店の受付だとしましょう、配信者は。例えば、風俗に行きました、みんながバーって。で、普通は写真出てくるんですよ。この子何歳ですよ。この子おっぱいでかいですよ。この子スレンダーですよ。とか言われるわけじゃん。写真どの子にしますって。それが、ね、売れない店の風俗店はどういう感じなんだって、わーって行くと、おい、俺の店どこで知ったんだ、お前誰だ、おい、あ、お前誰の紹介なの、どっから来たの、初めてなの、って帰るでしょ。なんなんこの店ってなるでしょ。これをやっちゃうんだって。ね、初めの方いらっしゃい、どっから来たんですか、いくつなんですか。やだよ、初めての人になんで俺の年齢言わないといけないんだよ、なんで俺の趣味を言わないといけないんだよ。なるでしょ、なるでしょ。これをなぜかやっちゃうんですよ。うん、そう。だからこういうのはテクニックで、要は人をもてなす心ですよ。でしょ、やでしょ。うん、うん、やでしょ。ラーメン屋とかに、あ、初めてなんですけど、って、大将って言ったら、あ、うちのラーメン食うの初めてなの、どこで知ったの、何、ホームページ、雑誌、テレビ、何すんの、どうやって知ったの、うちの店って、なんで言わなきゃいけねえんだよ、客だぞってなるでしょ。ラーメン食わせろバカ野郎って。どこ住み、何歳、なんて呼べばいい、もううざい。そんな個人情報をお前に渡す気はない、良いキャラはやめた方がいい。人キャラとかこだわらなくてよくて、さっきも言ったけど、有名になるっていうことは嫌いな人と好きな人が増えるんですよ。
だから好きな人だけ相手にすればいいんですよ。要は有名になればなるほど、例えばジョン・レノンクラスに有名になるとビートルズ好きっていう人とビートルズ嫌いっていう人がいるでしょ。でビートルズ嫌いな人にビートルズ聞かせようとしても余計怒るだけでしょ。有名になるってそういうことなんですよ。だから嫌いな人はほっといていいの。有名になるっていうことは好きな人と嫌いな人が増えるから、好きな人だけ相手にしてればいいよっていうこと。別にそこにイライラする必要はなくて、嫌いっていう人は、ああどうぞお帰りくださいって言ってブロックするだけだから。嫌いならなんで見るんですかって、どうぞお帰りください、出口はあちらです。左上の矢印左側に向いてるボタン良くないっつって、そこ押すといいことあるよって教えてあげればいい。パソコンってスマホって、スマホの場合はこうやってやればいいからって、画面を触ってこうやってやってみてって、それで終わりって、もう二度と来ないでねって。だから一元さんお断りぐらいの気持ちでやんないと無理よ。いろんなことに応用できますね、勉強になります。だけどそのさっきから言ってるけど、人が集まることイコール成功じゃないから、人がいなくても成功してる事例っていうのはいっぱいあるから、それがふわっちの面白いところだと思うよ。返しが面白いっていうか、まあだからもうね、簡単に言うと初見だけ集まってれば成立するのが生放送なんですよ。だから俺未だに初見相手にしてるよね。あの初見だけに向けて放送をずっとやり続けたら、最初の3年間はそれでも持つよ。それでいいんだよ。はい、リンゴの助お帰り。だからある程度決まったパターンみたいなのは3つぐらい作っておけばいいんだよ。映画の話とか、要は30分枠が持てばいいわけだから、30分間話せる話題っていうのを持ってたら放送は成立する。あとね、これはね、香川さんが話してたことをのんたんが聞いて、のんたんが俺に教えてくれたんだけど、コメント打つやつが何人って言ってたっけ、のんたん。10人だっけ、ちょっと待って、何人。そう、これ香川さんが言ってたんだけど、どんなに大手になっても10人面白いコメントを書くやつがいたら成立するっていう理論なの。要はみんな見える数字だけにとらわれちゃうけど、アクティブ1000とか1万とかさ、すごいやついっぱいいるけど、実は拾えるコメントって10人ぐらいしかいないからっていう。この10人拾えるコメントを書けるやつがいたら、放送は過疎だろうが大手だろうがどんなサイトだろうが成立するっていうのは香川さんの理論なの。これは俺はすごいと思った、香川さんらしいと思ったの。だから逆に言ったら、面白いとか自分がトークができる、そのコメントを書いてくれる10人っていうのを作るっていうのは意識した方がいい。そしたら絶対大手になれるっていうか、まずトークが途切れることはない、確実に。そう、だから実はそのこの10人との対話だと思った方がいいんだよね。この10人をどんなメンツにするのかっていう、で入れ替えていけばいいんだよ。コメントなんかそんな同時にさ100人も読めねえんだから。それがまあ香川理論だね。すごいよね。いや香川さんの理論は正しいと思うよ。だから10人のコアなファンさえいれば初見が聞けるっていう。だからコメントを書くのが好きな10人を集めるんだよ。プロだよね。いや分析力すごいなと思ったよ。トークを途切らせないために、要はその大切なリスナー、特別な10人の面白いリスナーを用意しておくっていう、いじれるリスナーだよね。そうそうそう、麻雀のパイ集めるのと一緒よ。ほんとほんと、サザエさんすごいいい例えだと思うよ。だからあとはね、配信やる上やるんだったら、やられて嫌なことっていうのをリストアップしておいた方がいいよ。やられて嬉しかったこと、例えば初見って言って、15秒それいじってもらえなかったら多分ブラウザバックすると思うの。全く知らない人のところで初見って打って返しが15秒なかったら嫌でしょ。仕方されたっていう風に被害妄想になるはずだから、初見って言ったらクイックに挨拶することだよね。あ、初見さんどうもーって、でそこで黙るやつっていうのはまたブラウザバックなんですよ。だから初見って打つっていうことは興味あるよっていう風に、いや、どんな店みたいな感じで来てくれてるわけだから、あ、初見さんいらっしゃいって、うちこんな店ですよっていうのを軽く30秒ぐらい自己紹介して、でそこで反応を見るっていうのがすごい大事だと思う。
私が米書きたくなるのは、イカ臭い話を聞いたとき。イカ臭い話は俺の鉄板ねゲーだからね。うん、俺のキラーコンテンツはイカ臭い話だよ。うん、はどう、要は、その、もう、30代、40代、50代の奥様たちから大絶賛されてる、和道高光のイカ臭い話だよ。ゴールデンですよ。来たー。和道は初見の最初の挨拶丁寧だよね。っていうのは、まず、初見って書くリスナーが、アンチコメント書くリスナーじゃないっていうのを分かってるから。要は、もう初見って書いてくれて挨拶する時点で、もう私はコメント打つタイプのリスナーですよ。アンチコメ書かないタイプ。挨拶ができるリスナーですよということで、初見って書く時点でもうリスナーさんとしての質は担保されてんの。俺からすると。上質なリスナーさんなんですよ。集めたいそうなんですよ。だからそろそろ言うよ。青ちゃん、フォローまだって。青ちゃん、フォローまだってそろそろ言うよ。これは青ちゃん、フォローまだって言わないの。もしよかったらフォローしてくださいって定期的に言うはず、俺は。そのタイミング見計らってんの。要は、青ちゃん初見でしょ？その距離感がある程度縮まって、また見たいなっていうプレゼンをしてるのよ。実は今の作業って全部プレゼンなの。うん。で、あ、もうこれはある程度人間関係できたから次も来てくれるなっていうのを担保ができた段階で、あー、フォローしてもらえると嬉しいですって言うと絶対フォローしてくれるから。うん。そうね、フォローしてくれっていうタイミングを間違えてるんだよ。常に言ってるんだと思う。つまらないやつは。なんでかっていうと、その、フォローしてほしいことしか考えてないの。そうじゃなくて、この人だったらこれくらいのタイミングでフォローしてくれるだろうなっていう。だからよくフォロワーさん読み上げるじゃん。フォローしてくれた時。俺ね、狙ってるよ。うん。あ、この人フォローしてくれたっていうの、大体狙ってる。うん。和道さん、放送歴どれくらいですか？僕はね、3年と、どれくらいだろう。3年と、4月だから、もう3年半かな。3年半ぐらいですね、僕は。ゆいがの放送に初見で入った時に自己紹介して頼んだらしてくれた、ニコ生時代に。うん、やっぱある程度あの大手になる人はその辺できてますよ。はい、メロンいらっしゃい。あと新しいフォロワーの発表とかリスナーを大事にしてくれる人だった感じだ。そうだね。あ、違う、あのね、裏側言おうか。そういういい人アピールじゃないんですよ。実はフォロワーを読み上げることによって初見さんに向かってフォローを募集してるよっていうのを洗脳してるの。うん。これどういうことかっていうと、フォロワーさんを読み上げる必要なんてないんですよ。いい人アピールをしてるんじゃないの。感謝の意味もあるよ。フォローしてくれてありがとねっていうのを読み上げる意味もあるんだけど、フォローしてない人まだですかっていうアナウンスでもあるの、あれは。うん。フォローしていいんだよっていう、ウェルカムなんだよっていうことをアピってんの。そう。そういうことです。要は、フォローしやすくなる動線っていうのを作ってるんですよ。あ、フォローしていいんだっていう。フォローしたらこの人喜んでくれるんだっていう。うん。だから、ある程度テンプレでやってることっていうのは、なんつうの、キャリアが長い分、その、うまさだよね。うん。だって、フォローしたら告知が来るじゃん。告知が来てるのに、フォローしてくれて、あのね、これ覚えといた方がいい。これは、配信に限らずだけど、ありがとうって言われて嫌な気持ちする人なんかいないの。これは、ありがとうとか、嬉しいですとか、感謝を述べられて嫌な気持ちをする人はいないのよ。絶対いないの。なんだてめえこの野郎、フォローしてありがとうだぞ、この野郎ってならないでしょ。おいってならないでしょ、リスナーさん。うん。おー。いいよみたいな感じでしょ。そうそうそう。だから喜ぶことはシェアした方がいいんだ。アピールもあるだろうけど、名前呼ばれてびっくりしたとか言って嬉しそうな人、いや嬉しいでしょそれは。いや嬉しいよ。だからそういう気遣い、心遣いみたいなことは必要だと思ってる。ふわっちでは初見さんありがとう。どこで見てたの？ニコ生かな？キャスかニコ生だと思うんだけど、多分ニコ生だと思いますね。ゴツさん来てくれてありがとう。楽しんでってください。結構経つんじゃないの？半年ぐらい見てないんじゃないの？ありがとうは自分の精神にもいい。そう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 。感謝を忘れなくなるから、やっぱ。当たり前だって思ってると、やっぱそういうのはなーなーになってくるけど、こういう見てくれる人たちがいて、初めて自分の放送が成立してるんだっていう戒めにもなるわけよ。
一人一人がいてっていう。だからさ、1200人にもなってるわけじゃん。あ、ニコ生から来てくれたんだ。ありがとう。嬉しいです。もし面白かったらね、また見て、久々に見てさ、あ、まあ、ワード面白いじゃんって思ったらフォローしてください。ありがとうね。来てくれて嬉しいです。うん、そうそう。だから、なんつうの ?1200 人ってさ、旗から見たらさ、ああ、1200人いるんだって。数字でしかないかもしんないけど、俺にとっては一人一人1200人の思いがあるんだよっていうのはさ、忘れちゃいけないんだよね、やっぱ。ちょっとね、ニコ生とは、ふわっちはノリが違うかもしんないから、楽しめるかどうかわかんないけどね。コメントしたらこの人は、自分をフォローしてるってわかるんですか？わからないけど、だいたいわかるよ。うん。なんでかっていうと、俺はほら、リスナーを、読み上げてるから、一人一人を。で、普段どういうコメントを打ってるかっていうのがわかるの。だから、フォローしてる人、してない人はわかります。僕の場合は。だけど、金梅さんとかクラスになってくるともう気にしてないと思うよ。うん。だからそれは人による、要はね、仮想生主であればあるほど、フォロワー数が少ないわけだから、だから、覚えてるよね。密だよね。新しいフォロワーさん紹介します。ありがとうございます。新しいフォロワーさん、おたねこさんフォローありがとう。うん。そばにゃんからいきなりフォロー来ました。なんだろうね。それはよくわかんないけど。要はさ、フォローしたらさ、次の放送発見しやすくなるわけじゃん。2種類あるのね、フォローって。通知設定っていうのと、ただフォローするっていうの。で、通知設定っていうのは、放送が始まった瞬間、ピコーンって携帯が鳴っちゃうから、うざいんですよ。だからもう、和道の放送絶対見逃したくないっていう、録画機能に近いの。だけど、そのうざさはないけど、ふわっち自分でアプリ開いた時に、和道が来たらおすすめに載っててほしいなっていうのは、フォローだけすればいいの。通知を外してフォローだけすればいいの。うん。和道くんってリスナーのことよく覚えてるよね。すげえと思った。結構覚えてる方ですね、僕は。おたねこさんこんばんは。いいかという、いいこと言うね。リスナーの気持ち分かってくれる主好き。なんだろうな。これね、覚えておいた方がいいけど、大体ね、アンチコメントするやつって大体頭おかしいやつなんだよ。配信者ってリスナーを選べないでしょ。初見さんを選べないんですよ。で、いろんな、ほら、バーやってたりとか、もう3年半でリアトツとかいろいろあるからわかるけど、アンチコメントするやつって、やっぱり精神病だったりとか、やっぱり気違いとか、やっぱり貧乏な人とか、要は、なんつうの、なんつうんだろう、もう社会的にアウトな人が多いから、アンチコメント打つ人とかはね、ほんとブロック入れた方がいいよ。金梅さんの凄さって具体的に表現するとどんな感じなのですか？初心者にはなかなか、珍味すぎて。金梅さんは、俺よく言うんだけど、今の金梅さんじゃないんですよ。みんな好きな金梅さんは。要は、昔、もうニコ生で金梅さんがデビューした時っていうのは、どれくらいすごかったかっていうと、みんな見に行くぐらいの。もう金梅さんが枠始まったって。なんでかっていうと、枠を開くたびに神回を起こしての。そんな配信者いなかったのよ。だから、YouTube で金梅ストッキングとかで検索したらわかるけど、もうね、枠開いた瞬間にもう速報が流れんの。もう金梅のところ集まれみたいな。もうで、金梅さんでみんな笑うみたいな。で、何がすごいかっていうと、ニコ生って30分間しか枠がないんだけど、30分以内に必ず終わるぐらいだったの。なんでかっていうと、バンされるんだよ。はい、こんばんは、エージェントいらっしゃい。春日井時代面白かったよね。金梅さんの神回って20分とか15分で終わっちゃうのよ。だから早く見に行かないと、もう金梅さんすぐバンにされるから、もうバンをされるために放送やってた人だから。いやー、すごかったよね。だからその黄金期の金梅さんの凄さだよね。うん、もうだって、バンされても、1日で1万人ぐらいのフォロワーいたもんね。ブワーって、コミ登録で。金梅近所の店の軒並み出禁になってた。もうだって、出禁の店何個作った？すごかったよね。YouTube で金梅ストッキングで検索したら、絶対、ああ、こういうことかってわかると思うよ。だから金梅さん最近つまんないとか、もっと尖ってくれよとか、古い人たちがゴニョゴニョ。要はね、昔がレジェンドすぎて、そう、昔の凄さをね、やっぱみんな忘れらんないで、やっぱ監視してるんだよ。だから今の子たちは金梅さんの凄さわかんないだろうね。デビューしたての頃尖りすぎてたからな。めちゃめちゃ面白かったよね。うん。もう本当に。
配信を見るきっかけは金梅でした。神様でした。そうだよね。俺もだから昔の金梅さんは本当神だと思うもん。すごかったよね。まあ年齢的なもんとか、本人的にもやっぱ放送が楽しかったんだろうね。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、ゴーツーさんフォローありがとう。ありがとうございます。まあそれぞれにそれぞれのスタイルがあるから、あの真似は良くないけどね、真面目に続けていったら人は増えますよ、うん、で人が増えないのに問題があると思った方がいい、うん、お酒は飲まない時にはめちゃめちゃおとなしいけど、ね、おとなしいっていうかトークは皆無だからね金梅さんトークめちゃめちゃつまんねえかんな、とか言ってるだけだもんね。おいとか言ってるだけだもんね。なんでクソだなとか言ってるだけでしょ意味、トークとして見たら成立しないよ。コメント消して、音声だけ流しててみる。ラジオで。ああ、くっちゃくちゃくちゃ。ああ。バカだろ。頭悪いわ。ああ。クソだな。とか言ってるだけでしょ。トーク番組になってないんだって。もうね、もうトーク生主としてはね、もうね、壊滅的に面白くないよ。うん。金梅ストッキングでググってきた。もうあの時の興奮忘れらんねえよ、俺。リアルタイムで見てたもん。金梅って亡くなったお父さんがアル中だって言ってたから、典型的なアダルトチルドレンだと思った。ああ、ていうか、金梅さん会うと必ず癖んだよな。あのね、もう、アル中の、もう、要はね、酒の匂いがすんの。わかるでしょ？アル中のやつって飲んでなくてもさ、もう、もう体中にアルコールが染み込んでて、皮膚とかからさ、アルコールの匂い発してるじゃん。金梅さんって顔、酔っ払ってなくてもアルコールの匂いすごいのよ。あれ、アル中だと思うよ、金梅さん。うん。金梅さんやばいね。多分寿命短いと思う。バエさんはすぐ死ぬと思う。金梅さんストッキング電車見てきます。見てきな。もう多分金梅さん分かったわ、好きだわって言うと思うよ、さやちゃん。うん。いや、すごいでしょ？ 笑うでしょ？うん。要は、こういうレジェンドを毎回やってたのよ。もうほんと、半年間ぐらいで。半年間ぐらいで、ブワーってもうトップ走って。そう。でも固定のファンをがっちり1万人ぐらい作ったから、どこの放送でも行っても別にもうファンがいるっていう。うん、はい、ワード2、クミタいらっしゃい。そんな感じ。うん、だからなんつうの？もう一時期短期間で尖ってたんだよね。尖りまくってた。シャリ旅とか好きとかもうキャスっ子だよな。シャリ旅なんか面白くねえだろ。うん、俺はね、チャリ旅とか面白いっつうのはね、もう、あ、キッズねって感じだよ。あ、キャスっ子ねみたいな。うん。古くね？カバンの話今すんの？リンゴの助ってそんなに見てなかったの？俺のこと。もう、カバン結構1、2ヶ月前の話だよ。のんたん、カバン取って。うん。カバン最高の出来だよ。ありがとう。これですね。はい。ちょっとごめんね、画面暗いからあれだけど、こんな感じです。うん、かっこいいでしょ？うん。これ、ヘルツのカバン。真っ赤。本革。いいでしょ？革の匂いがいいね。もうサムネで爆笑でしょ？だから、俺らは逆に、金梅さんのこの頃を知らないキッズたちがいっぱいいることに驚愕なんだよ。いいでしょ？うん。IS とかテロに間違われなくて。いや、すごかったかんね、もう。こんなのがいっぱいあるのよ。俺が一番好きなのはストッキングなんだけど。うん。これは面白かったよ。もうなんつんだろう、コメント打つのが楽しくてしょうがなかった時期だね。その、もうみんなでガタガタガタガみたいな。アホだ、バカだとか、もうわらわらとか、やれやれとか、神とか、もうみんなでもう気持ちが一丸となっての。金梅っていう神様がいて、そこに向かってもうみんなでガタガタ、もうみんなそうだったでしょ。そんな感じだったよね。もう金梅さんが湧くと、はい神様とか、神降臨とか、もうすごかった、わらわらとか。もう何やってくれんだろうみたいな。
金梅みたいな破滅に向かう生き方はできないから、みんな、そうそうそう、憧れてるんだよ。どっかで金梅さんみたいな、要は、なんつうの、なんつうの、そう、自分の中の破滅願望をね、金梅さんが全部叶えてくれんだよね。うん、もうオープニングから面白いからな、金梅さん。うん、だけどもうあの頃の金梅さんはいないからね、やっぱり、うん、あの頃はだからリスナーもね、そうだから最近小映えって言わなくなったよね。昔は小映え小映えって言われてたけど、最近聞かないもんね。小映えって言わなくなったよね。足軽とかね、知らないでしょ今の若い子のリスナーさん。何小映えとか、あのね、大手配信者にはリスナーに名前が付けられてたの、軍団として。で、金梅さんだから、金梅さんのリスナーのことを小映えって言ってたりとか、あと、石川紀之は、もともと、信長っていう名前でやってたの。だから、信長って殿の名前だから、足軽って呼ばれてたの、リスナー。小映え、そう。で、香川さんのリスナー、小豚って呼ばれてた。それ本当か？うん。香川さんなんて呼ばれてたっけ、リスナー。ちょっとわかんないけど。あと、珍味団。うなちゃんマンのリスナーは珍味団って呼ばれてたりとか。うん。そう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 。最近そういう文化なくなってきたよね。うん。うん、そう。信長の前は知らないな。新生はわかんないな、俺。でも、石川紀之に改名したのは正解だよね。うん、イエローバスターズがね。一体名前だよな、本当に。イエローバスターズはなんだっけ、渋谷のキングか。だから、IWGP だよね。池袋ウエストゲートパークから来てんだろうね。うん、いやー、だからそういうのなくなったよね。うん、だからなんか、カルト的だったよね、昔のリスナーの方が。なんかこう、熱狂的だったっていうか。あいつら今どこ行ったの？うん、みんな飽きちゃったよ。みんな飽きちゃってどっか行っちゃった。死んだんじゃねえの？時間が経ちすぎて。画伯にゃんにゃん愛してる、にゃんとか。うん、ひろきちさんいらっしゃい。こんばんは。懐かしいよ。うん、あ、みんなに謝らないといけないことがある。ほんと申し訳なくて謝らないといけないことあるわ。あのさ、俺ほら働いてるところで LINE スタンプ作ってるでしょ。で、LINE スタンプ買ってくれた人に申し訳ないんだけど、バージョンアップさせるって言ったんだけど、ちょっとシステムの都合で、LINE スタンプのシステムの都合で、今審査かけてて、多分2週間後にはめっちゃいい LINE スタンプ販売するんですよ。超出来いいやつ。もう前回のクオリティよりはるかにいいのができるのね。前回8個で100円で売ったんだけど、今度40個で100円で、絵柄とかもすっごい使いやすくて超可愛いのが出るんですけど、ごめん、買い直しになれば。ほんと申し訳ない。ほんと申し訳ないけど、LINE スタンプ出たらみんな買ってくれる？めちゃめちゃいい出来だよ、今回。可愛いよ。多分ね、女の人がね、普通に流行ると思う。昔、金梅さんの今みたいですね。ストッキング、頭、ファッション、防寒具と言い切ってほしい。無理でしょ、もう。要は、バンになっちゃうから。守りに入んないと。BGM 変える？いや、別に構わないけど。うん、買ってくれる？ 100 円で販売するんで。うん。もしよかったら買ってください。よろしく。どんなスタンプ？どんなスタンプ？アシカくんで検索してくれたらいい。あ、いいよ。告知入れる、告知入れる。告知入れます。喋りづれえな、この BGM。朝の情報番組かよ。目覚ましテレビかよ。目覚ましテレビっぽくね、なんか。朝お目覚めの方も、これからお休みになる方も、おはようございます。和道の異常なゼミナールです。それでは、天気行きましょう。のんたん！はい、のんたんです。今日の天気は、晴れです。
東京は23度、雪が降るでしょう。めちゃくちゃだなおい。23度で雪降んねよ。なん BGM 大切だわ、やめよこれ、うん、おかしいおかしい、うん、いや天気いくでしょとりあえず。おにぎり通知が来た。何おにぎり、うん、石川のリリー始まったの、うん、モノマネな。のんたんの声かわいいんだよねめっちゃ、うん、この BGM がまったりできてすごいやりやすいよね。 BGM って結構重要なんだよ、うん、もうこれ定番になったよね。これが流れてないとなんか喋りづらいもんだよ、うん、のんたん寝たのかな、何やってんだろ。のんたん起きてんの、何やってんの。寝てるの。ギター欲しいな。なんかミュージックやりたい俺。オリジナルソング作りて、うん、ギターエレキギターレスポールマジで欲しいな。ギターやりながら弾き語りしながら雑談みたいな、なんかもうなんかやりたい。なんか坂口恭平が結構ギター上手くなってて3年ぐらいやると結構いけるんだなと思って。もう坂口恭平歌下手だったのよ、超ひどかったの。もうギター大好きなんだけど、ギターで歌いながらやっててもオリジナルソングクソだったんだけど、最近上手いんだよね坂口恭平。近藤と絡んだことある。あ、絡む気ないっすね僕は。寝てるから邪魔になるね、配信すると。何言ってんの？昔の京ちゃん。ああ、京一郎とかもう見れなかったね。満杯になって。京一郎ケミーキラーとか見れなかったね。配信始めた頃。ドラム叩きながら雑談やった時結構ウケてたよ。ドラム叩きながら雑談は、ウケる回と外す回があったね。ドラム叩こうか。久々ね。ドラム叩いてもいいよ。全然、うん、ドラム配信やる？久々。それが答えだね。ありがとう。そう、ああ察してくれてありがとう、うん、ここでねうざがらみしてくると結構辛いんですよ。ありがとう空気読んでくれて。ドラム全然叩いてないな。ふわっちでドラム配信とか絶対かそるよね、うん、絶対かそらない。絶対興味ないでしょ、うん、レクチョ一回スタジオ入りたいんだけどな、うん、まだこのスティック買ったから一回も使ってないよ。すげえ極細スティックなんだけど、 やっぱねドラムピンって無理があるよ。ギターってさメロディー歌乗せたりとか、要は上物は成立するんだよ。ギター配信とボーカル配信は成立するんだよまだ。ただねドラムだけベースだけはきついよ。ドラムとベースだったらまだ聞けるけど、だってドラムっていう楽器とやっぱベースっていう楽器って未完成だもん。あれリズム帯って言ってさ、ドラムとベースが合わさって初めて1個の楽器だから、ベースいないときついドラムは。ほらメロディーがあるね楽器じゃないし、ずっと同じパターンじゃん。でもやってもフィルインとかでしょ、うん、だからね音楽やってない人からすると何この放送ってなるんだよ。レクチとね一回入りたいよねスタジオね。やっぱ生で合わせてみないと分かんねえから。いやデスメタルにはさせねえよ。デスメタルになんかさせねえよ、うん、ただねマジでね今回のラインスタンプはね下手したら爆発する可能性あるよ。それくらいいい出来。あのねマジで普通に
普通に流行りそうな気がする。それくらい出来がいい今回の LINE スタンプ。まだね、審査かけてるから見れないんだけど、かなりいいですよ。多分普通に欲しいっていう、普通に欲しいっていう人増えると思う。いや、マジでいいよ。もう、ぶっちゃけた話、2ヶ月作ったからね。もう、もう、本当に、社長に何回も相談して、これでいいっすかって言っても、いや、もうちょっと良くしよう、もうちょっと良くしようって言って、ずーっと作ってたの。LINE スタンプ1個販売するのに、2ヶ月かけるって狂ってるぞ。うん。多分びっくりすると思うよ。出来が良くて。普通に買って、みんな。かなりの力作だよ。イラストが可愛いからね。イラストレーターさんがすごい優秀だからね。買って買って、アシカくんバージョン2で販売するから。なんか配信以外のコンテンツでも当ててみたいなっていうのがあるから、ウェブ上で無料スタンプ、いや、結構使い勝手いいですよ。まあ俺にねお金が入るわけじゃないんだけど、やっぱり自分がさ手掛けたものを作っても、みんなでね使ってもらえると嬉しいからさね、金じゃなくてそこは。あ、見た、全然違うと思うよ。リリースしたらできるんで。和道グッズのリンクから、アシカくん、あー、そっかそっか、スズリか、スズリから見たのか。Tシャツが結構売れてるんですよね。今月もかなり売れてるから。和道グッズ。あ、そうそう、Tシャツとかパーカーも未だに売れ続けてんだよ。ありがとうで買ってくれた人。結構俺も早く買わないとな。使いまく、そう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 、LINE スタンプってさ、使ったら、ほら、いいなと思ったら買えるような仕組みになってるから、そこがいいよね。畑元宏っていうアーティスト知ってる？みんな。畑元宏知ってる人いる？有名なの？俺最近さ、畑元宏っていう人をさ、どれくらい前かな？ 3 ヶ月ぐらい前に YouTube で偶然発見したんだけど、すごいいいよ、畑元宏。聞いたことある？みんな。有名なのかな？この人。知ってる？畑元宏めちゃめちゃいいよね。ちょっと流すか。染みるよね。え、彼売れてんの？有名なの？何で有名になったの？畑さんは。なんかカバー曲ばっかりやってるんだけど。有名なんだ。俺が知らなかっただけか。あ、そう。で、エイリアンズっていう曲の、カバーやってるんだけど、エイリアンズ聞いたことある？みんな。エイリアンズっていう曲。知ってる？エイリアンズ知ってる人手挙げて。おい、八作さんいらっしゃい。楽しんでってください。エイリアンズ知ってる人は手挙げてください。知らないかな、みんな。流すか。これが、
みんなこれがいいっていうもんね、ひまわりのやつ。これオリジナルなのかな？なんだ、なんか、あれ、なんかすげえの発掘したと思ってたけど、あ、結構みんな知ってるんだね。いいよね、こんだけ歌うまかったらなんかかっこいいよね、うん、そうそう、ドラえもんのなんだっけ、スタンドバイミーっていうのの主題歌だって書いてあったね。かっこいいわ。じゃああと9分で放送終わりにします。あ、カラオケでも人気なんだこれ。もうついてけねえわ最近。あと9分で今日放送終わりにします。ありがとね今日もみんな。今日も和道と愉快な仲間たち楽しかったよ。あー、そうそう、生活保護の話もしなきゃいけないんだよな。生活保護抜けるの超大変マジで。俺最近生活保護の抜け方検索してるんだけど、やっぱ知らないことだらけだね。生活保護抜けるのにさ、24万円の収入を半年間キープしないといけないんだって。俺配信見ない俺配信とか見ない配信見ないっすね。っていうのも配信者だからね、配信純粋にリスナーとして楽しめないんだよね。研究材料みたいな感じで見ちゃうから。まあうなちゃんマンもいなくなったから、鮫島さんとかかな、鮫島さん、香川さん、春日、その辺かな見るのは。うん、そうなんだよ、生活保護抜けんの。しかもね、辞退させてくれっつったら、辞退は前例がないから掛け合ってみますみたいな感じで。普通辞退できると思ってるじゃんみんなできないんだぜそんなの前例がないって言われたもん。そういう届けとかないんすかっつったら、ないって言われた。抜ける方が大変だね。受けるのは誰でも受けられるから。うん、見ちゃった、この世界の片隅に。この世界の片隅一緒に見たかったな。初耳なんだ。大変よ結構。今抜けるための手続きで、抜けさせてくださいっていうことで、ちょっと無理言ってお願いしてるんだけど、旅に出るからっていうことも言って、ただね、半年ぐらいが普通の、なんつうの、もう大丈夫だろうっていう判断基準なんだって。大変だよね。バガープレゼントありがとう、バガありがとう。この世界の片隅にめっちゃいいらしいよね。見たいよな。もう一回見てもいいぐらいなんだ。っていうぐらいいいって言うよね。もう大絶賛されてるもんね。泣けるんだけど泣くなとか言ってたね、岡田斗司夫が。あれは泣かせる映画じゃ実はないんだっていう。もう泣きたくなる気持ちはわかるけど、ぐっとこらえろって。あれコメディーなんだよっていう。そこがすごいんだよ、あの映画って言ってて。らしいよね。その、涙の向こう側に何かがあるらしいんだよね。うん。
死の残した物語、この間見たんだけど号泣した。ああ、わかんないな、それ。死の残した物語。うん、この世界の片隅に期待せずに行ったらよかった。ねえ、みんないいって言うよね。実は君の名をよりも全然名作だって言われてない？君の名をも別に悪くないんだけど、名作感で言って歴史に残る感で言ったら、この世界の片隅には伝説になるって言われてるよね。うん。いや、俺めちゃめちゃ見たいんだよね。高畑勲作品に通ずる。ほー。でもさ、高畑勲の作品ってさ、どっかやっぱ高畑感が邪魔するときあるじゃん。すごいいいんだけど、何回差があるじゃん、高畑勲って。どうなんだろう、そこが。もっとわかりやすくやらないといけないところがあると思うんだよね、高畑感は。俺ね、だって、かぐや姫あるじゃん。なんだっけ？かぐや姫なんてタイトルだったっけ？忘れちゃったけど、竹取物語、かぐや姫でタイトル出したんだっけ？あれすごかったもんね、高畑勲。狂ってるなと思ったもん。面白かったもん、かぐや姫。ただ、絶対に、名作とし、なんつうの？なんつうの？宮崎、駿並みにすごいことやってるんだけど、これ一般大衆系はしないだろうなっていう。大赤字食らってたもんね。すごいよな。宮崎駿が稼ぎまくって、高畑勲が食い潰すっていう、この構造。いや、かぐや姫よかったよ。すごいよ。あれ。でも、ホルスがやっぱ名作だっていうよね。高畑勲の全盛期。じゃあ、そろそろ眠りますか。みんなありがとうね。おやすみ。放送終わりです。お疲れ様。バイバイ。風船ありがとう、リンゴの助。じゃあみんなお疲れ。おつおつ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんねん、もう。